板金、板金とは、薄く平らに形成した金属である。また、その素材を常温で、蘇性加工することも、板金、板金と呼ぶ。金属材料の基本的な形状の一つであって、切断加工や曲げ加工により、様々な形状に加工することができる。たくさんの日用品がこの材料から作られている。一般的に、厚さが極端に薄いものを、履ホイル、 ホイル6ト、mm、ル以上のものを厚板と呼ぶ。板金は一般に材料をローラーに通して圧縮し、厚さを減らすことで6ト、mm、ル以下の板状に加工される。この工程は圧円として知られ、16世紀頃に始められた。板金は平らな定着だけでなく、コイル状に巻いたものもある。アメリカ合衆国では、厚さによる管理のかに、 ゲージと呼ばれる数字で区分されている。ゲージは金属ごとに規格が異なっており、数字が大きいほど厚さが薄くなる。様々な材料が板金にされており、アルミニウム、真鍮、銅、冷間圧縁鋼板、軟鋼、ブリキ、ニッケル、そしてチタニウムは板金にできる金属のほんの一例である。板金の用途は、自動車のボディ、サスペンションアーム、重ね板上げ、 はしごフレームなど、飛行機の機体、翼、医療用テーブル、建築のための屋根など多岐にわたって使われる。板金の加工方法は、プレス機と金型を用いて、板の形状変化をさせたり、切断やくり抜きを行うのが一般的である。プレスブレーキによる曲げ加工日本では、職業訓練として、板金関係の訓練を実施する。 認定職業訓練による職業能力開発校が設置されている。以下はその一例である。ありがとうございます。